はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツしてございます。2時をちょいと回りました。日が入っておりましてですね、千代田区は21度、この部屋は何もしないで22度ですね。ちょうどいい感じでございますね。なんか4月に入っても昨日なんかですね、冬物のジャンバー着てきましたからね。今日は春の装いで来ましたけども、春の装いってこれにもう一枚こう羽織るだけなんですけど、まあこれくらいがちょうどいいですね。もうちょっと温度が上がってもいいですね。その方がビールは美味しいということでございまして、長らく続いた冬もですね、やっともう終わったかなという実感がしますね。はい、一番いい季節ですね。これ今ぐらいと10月ぐらいが一番私は好きですね。いらんねん、夏も冬もいらんねん、もう寒いのも暑いのもいらんねん、ほんまに。もう今さら泳ぎたいと思いませんし、ね、今さらスッキリしたいとも思いませんしですね、もういらんわーという感じですね。さて行きましょうか。これはですね、産経新聞かな、産経新聞ですね、にですね、これ昨日の18時52分に出た記事で、処分への不満に最後は党一丸で取り組むのが自民党、岸田首相車田対話で事件を謝罪とか言ってるんですけど、基本的にこのあれですね、パーティー問題でですね、安倍派の人々の処分をしたんですけども、なんかとりあえず自分に都合のいいようにやってますよね、このおっさん。でですね、もう不満が渦巻いてますよね。でこの方この後ずっとですね、安倍派に恨まれますね。ですから一旦、まあ、総理降ろされるのはもう見えてるんですね。一番遅くても9月には降ろされるでしょう。もうその後はものすごい風を囲うんちゃいますかね。政権はちっとも納得しないわけでして、で私いつも言うんですけど、しょうもない話じゃないですか、政治資金問題なんて。別に悪いことしたわけちゃうやんと思う、基本的に。まあいいか悪いかって悪い方に入るかも分かりませんけども、ちょっとポッポないないでもないですからね。自分で集めてきた金ですからね、それを消防に乗せなかったというだけでしょ。でそれをですね、野党やメディアがやいやいや騒いでるのにですね、なん突っぱねられなかったわけでして、で綺麗事ばっかし言うてですね、それで派閥解消したらええねんろとかで、派閥解消したけどもちっともですね、世間は収まらずにですね、で挙句の果てに39人処分してですね、恨みがっかり凍ったという、実にアホですよね。ほんまにこの岸田さんという、 こう人間のですね、器の小ささというものをですね、如実にこう見せてしまっている事件ですね。この方もう2年以上も総理大臣やってるんですけど、いやーよくできてるなと思いますよ。器が小さすぎなんですよね。で何よりもですね、政治家のくせに言葉が弱いというか、自分のこう考えでものを語っていないから弱いんですけども、でそれでもなんとかね、無難に乗り切ろうとしてですね、まあまあこの間ね、幸いにして大きな出来事がなかったということがこの人にはラッキーでして、ついてるといえばついてますよね。でしかもですね、アメリカの大統領がバイデンという、まあ同じようなタイプ、まあボンクラですよ、がまたラッキーですね。これがですね、仮にトランプとかであればですね、とっくに見放されて突き放されてですね、ボコボコになってるんではないでしょうかね。たまたまアメリカもボンクラな男が大統領やってるということでですね、ウクライナのことはあったんですけど、たまさか日本は遠いし、ウクライナとは経済関係がほとんどないわけであって、まあ一言で済んだというところで、まあラッキーはラッキーですね。で、そもそもこの方ね、皆さん忘れてるかと思うんですけども、安倍さんの時に2回ぐらい総裁選があって、その時挑んでるんですよ。挑んで敗れてるんですけども、まあ一応総裁選、の経験者ということで前回の総裁選で上がってしまったんですけども、それまでね、前回の総裁選で上がるまではですね、もう過去の男と言われたんですね。衆議院当選は安倍さんと同期なんですよ。
なんで2回挑んであかんかって3回目でうまくいったんですけど、ただこの宏池会というグループのですね長であったと。でここがまたあんまり人材のいないところでですね、俺が人材がいないわけであってですね、この人の次はあれですね、官房長官ですね、政界随一の親中派と言われるあのおっさんがですねナンバー2なわけですけども、あの程度の人間しかいないわけです。なんでですね、まあ、玉坂ですね、血筋もいいということでですね、宏池会という名門派閥の長になっていて、宏池会の長である以上は総裁選に出なきゃいけないということで出てきたんですけども、安倍さんが生きるときはことごとくですね安倍さんに負けていたわけでして、まあもう過去のところであったのがにわかにですね菅さんがこけたことによってですね、まあまさしく所天式に総理大臣になったのがこの筆者で、元からしょうもない男やなというイメージだったんですけど、総理になるとやっぱりですね人前に出ることが多いでしょう。マイクの前に立つことも多いし、そうするとそのしょうもなさがさらに際立ってくるわけですよね。それで何よりも自分の言葉で物事を語れないというのはやっぱり致命傷ですね。人気がない一番の理由はそこではないかなと。まあいろんなこと言われてますけどもですね、自分の頭で物を考えていない、自分の言葉で語れないというところがですねやっぱり一番人気がないところではなかったかなという気がします。で今回もですね、あれですね、パーティー券問題、いろんな問題が起こるんですけども、その処理にことごとく失敗してると思います、この人。一番でかい失敗はやっぱりバカ息子でしょうね。バカ息子は分かりやすかった。もう2回も3回も不祥事を起こしておきながらですね、最後ようやく自分で首を切ったということですけども、あれは大きかったと思いますよ。他の何よりも岸ちゃんしょうもない人間やというのをですね、際立たせました。で、また次から次起こしてくれるんですよね、自民党のアホどもがですね。この前のハレンチなパーティーとか、女性陣もですね、エッフェル姉さん事件とかって、まあ、次から次やらかしてくれるわけですよ。まあ、大きなね、不祥事はないんですけど、この政治資金問題だって言われて、しょうもない話ですよ。しょうもない話が積み重なってですね、大した失勢はないんですよ。岸ちゃんはっきり言って。林義正を閣僚にした。しかも2回も閣僚してるっていうのが、私から見たら一番大きな失勢なんですけども、それ以外はね、なんていうか、こう、やらなあかんということを大体やってきてるんですよね。まあ、それでもですね、この発信力のなさでですね、結局もうあとですね、短ければですね、2ヶ月ですね、長くてもですね、9月までの5ヶ月というところで終わってしまうわけです。ただ本人はね、不思議なことにこの人本人はそういう気持ちがなくて9月に再選されるというふうに思ってるみたいですね。その鈍感力は何なんと思いますけど、まあそこがこの人の唯一の才能かも分かりませんね。はい、いや、はよやめろよと思うんですけど、でも代わりにこいつって言いませんからね。それもまたこの人のですね、あれでしょうね、運の良さということでしょうね。ただし誰にもリスペクトされないという、まあまあね、その辺の部長ですよ、はっきり言って、なんとか無駄にやってるね、社長に適当にごますってですね、無駄にやってる部長、その器ではなかったかなと。そいつがたまたま日本の総理大臣になってしまったというのが、まあちょっとした悲劇ではないかなと思います。はい、一応今タイトルだけ読みました。この産経新聞のアドレスを貼っておきます。皆様どうもありがとうございました。